これただ火つけるだけ。美味しそうだね、こんがり焼けて。はい、始まりましたケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、ライスペッパーでーす。でね、この間ライスペッパーお好み焼きやってめちゃくちゃ評判良かって、でそれでまあ調子に乗ってね、第2弾なんだけど、僕はこれコネ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 いじってて最高にシンプルで最高に美味しい食べ方発見したんで、それ紹介しますね。じゃあ早速やっていきたいと思います。でこれ今日はこのね、使うのはハムもしくはベーコン、どっちでもいいよ。今日はハムでやろうか。でそれとチーズ、これとろけるチーズね、こういうタイプでもいいしこういうタイプでもいい、どっちでもいい。今日はチムちゃんの分と2種類作ろうと思う。じゃあこれでね、じゃあまずすごい簡単だからいきますよ。じゃあめちゃくちゃ簡単なんで刮目せよ。まずね、めちゃくちゃ簡単だから、これ油大体さ大さじ1杯分ぐらいこれまず敷いておくんですよね。でそこにライスペーパーね、ライスペーパー前も紹介したけど、こうやってこう乾燥してるから、これこのままこうやってもまあ別にその水分でくっつくんだけど、こうやってね、こう一旦こうやって水にくぐらせるともう超やりやすいの。この少しこの濡らして透明になっただけで、これがねすごいくっつきやすいの。だからこう濡らした方がいい。でこのボールめんどくさかったら水道水でこうじゃーってただこうやってね、水道水でこれでもいいよね、ボール用意するのめんどくさいからね、それでもいい。なんでこれをこういうふうにやるじゃないですか。でまあじゃあ最初こっちのチーズ、どっちのチーズでもいいから、で最初火つける前にこんな感じで好きな分だけね、こうやってこうで好きな分だけこう入れるじゃないですか。そしたらハムね、2枚ぐらいか、ハムもしくはもうベーコンでもいいから好きな方ね、こんな感じでこう入れる。はい、こんな感じね、このくらいがいいかな。ほんでそしたらこの水濡らしたこのライスペーパーこう上にぶっかけにつけてね、でこうやってこう少しこう押さえつけてあげて、こんな状態これこう作っとく。それでこれただ火つけるだけ、なんとねこれだけこれをね、いやちょっと弱火でこうやっていくと火が入ってくるとこれ勝手にくっついてくるからね、そうするとねここね勝手にこうやってねこう くっついていくんですよ。こうやってね勝手にくっついてくるから、もうこの状態で上と下はもう完全にべったりくっついてる。でこういう状態でね、そしたらこれを少しこう寄せてあげる。そうするとねこういう状態にしてあげる。そしたらもう勝手にこれで焼けてくるから、でこうほんの少しこうやってこういうのが出てきたら少しこうね、こうやってこう爪楊枝でちょっとだけこうちょっとだけ空気穴開けてあげる。こうやってちょっとだけ、そうするとここからまあそのなんか余計な空気が抜けるから、こういうふうにこれでこうちょっとだけ様子見てよいしょ。そしたらこうやってねスルーッと動かすようになったら、こうゆっくりよっこいしょ。これでね、このなんていうのかな、あまり中はもうチーズですよ。チーズも当然このくらい熱入れてるから溶けてるんだけど、でこのライスペーパーがむっちりしたなんかねあれがこう挟まるんだよな。でこういう状態でさ、でこのほんの少しこう焦げ目つけると、この焦げ目のところまた美味しくて、周りがこうなんていうかな、こう重なってる部分はこうせんべいみたいなイメージ、こっちはむっちりしてる感じ。これさ、本当に美味しいんだよね。で、このぐらいの、まあ、あれ、ついたら、もう、裏もこう、しっかりと、こうやってこう、もう一回、こっちぐらいしっかりとか、こうやって、裏もこうなってる。だけど、まあ、表面がね、こっちの方が綺麗だからさ、こういう状態で、で、はい、このぐらいでいったら、はい、もう OK。めちゃくちゃ簡単でしょ？で、これでさ、こういう。これで、でもって、まあ、これにはね、ケチャップとマヨネーズが合うんですが、で、これでさ、ケチャップとさ、よいしょと。はい、これで完成でーす。今日はね、チムちゃんと一緒に食べるから、じゃあ、もう一個ね、じゃあ、作る。で、今度はこっちの地図でやってみようか。こっちの、どっちの地図でも一緒なんだけど、やり方は。だから、まあ、ちょっとね、こうやってさ、なんかハム、やっぱ、2枚、こういう状態でこうこんな感じにしとこうか。よいしょと、ね、こんな状態で、こんな状態で用意しておいて、まあ、チーズいっぱい食べたかったらね、もうパンにしてもいい。こんな風にしてみようか。こうチーズ挟んでさ、こんな状態作っておいて、
チーズの量とかハムの量とかまず適当に自分で好きにやってください。まあ理屈は一緒だから。よし、これでじゃあちょっとこんな感じでこう挟んどいたから、これだともうボリューミーなすごいのできんじゃない。こうやってこうちょっと大さじ1杯分ぐらいこう入れて、でこれをこうね、水こうやってつける。同じ全くやり方でこれでね、これでこれをまあこんな感じでちょっとね、まあこれだけでもいいけど、まあちょっと作っちゃったからこれ一緒にやっちゃうね。でまあこれもね、こういうの面倒くさかったらさっき言ったみたいに水道でもいい、全然とにかくちょっと濡らした方がいい、やりやすいこの方が。で持ってこれこうやってこうかぶせると、こうやってここちょっと押さえてあげるの最初ね、すると勝手にこうくつぶからある程度、ほんで ゆっくりあの加熱していくだけ。いやーめっちゃ簡単なんだけど、これ本当にね食べてみるとびっくりするぐらい美味しいんだよね。ねこうやってこうどん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 やっていくとさ、こう完全にこうくっついてくるから、勝手にしたらさ、ちょっとだけこう寄せてあげた方がさ食べやすいし、こうやってさ少しこうやってこう周りをこう固める意味でもさ、こうやってこうやっていこうと思うんですね。でこう周りがホールドされて、まあチーズが漏れなくなるのと同時に、ちょっと周りがねこのね重なった分がちょっとカリカリしてまたうまかったですね。でこれこうしてやって、でしばらくちょっと動かさない でこれがあんまりにも膨らんで危に、なんかこうパンとなったら嫌だなと思ったら、こうつまえてたのかで溶き穴ちょっとこう入れたりとか、でちょっとしたら固まってくるからよくこうちょっとちょっとだけ空気抜いていかないとこうパンってなっちゃうと困っちゃう。いやこれほんとめちゃくちゃ簡単でしょ。で味付けもいらないからね、このハムの塩気とチーズの塩気でめっちゃ美味しくなります。いい、ちょっと固まったなと思ったらもう一回ぐらいひっくり返すか、パンと。よいしょ、しっとりこの色づいた感じがちょうどいいんだよ。よいしょ、この色目ね、このちょっとだけチーズが溶け出したところがまたちょっとカリカリしてうまかったりするから、でこんな感じで、はい、もうこれになったらこの中チーズとろけてるから、で普通にこれで、はい、でこれには本当にこれですよ、あのケチャップとマヨネーズめちゃくちゃ合うんで、これで、はいはい、こんな感じで、はい、完成しました。はい、今日のこの簡単料理ね、ケイマス式超簡単、この、ライスペーパーチーズ焼きの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、やね、早速食べてみたいと思います。今日の感じ、こんな感じだよ。どう？美味しそうだね。こんがり焼けてて、中チーズなんだよ。じゃあ、早速これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯！美味しい、もうめっちゃ美味しい、へへへってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。これね、めちゃめちゃシンプルなんだけど、ライスペーパーのもちもち感と外カリカリとなっているところに中のチーズハムが、このシンプルな組み合わせがめちゃ合うんすよ。でこれちょっとケチャップとさマヨこの手でさ挟みながら、これね本当にめちゃめちゃシンプルなんだけど、すんげえ美味しい。ライスペーパーだから言ったら餅のイメージがあるんだよ。それこそもちもちしてて、でなんつったらいいのかな、こうドーナツのホンデリングをもうちょっとこうハードにしたみたいな、パリッとしてんのにこうもちっとしてて、中チーズハム、すげえ美味しいんだよこれ。笑っちゃうぐらい美味しい。じゃあちょっと志村君、はい、よし、じゃあちょっと志村君食べてみてください。はい、ありがとうございます。おやつ感あるちょっと食べ物です。いただきます。これすごい、なんかこういう系統の食べ物で一番うまいかもしれないよね。ね、このなんかパリパリ感たまんないよね。これはあれですね、餃子の皮とかにも出ない。出ない出ない、全然、絶対これしかない、出ない味。あとこの前とさ、このケチャップ両方合わせたオーロラソース的な味で食べるとすごい美味しい。あ、はいはい、
本当だ僕めっちゃ好きな味ですね。味付けもいらないしさ、簡単でしょ何しろ。そうですね、もうなんかなんていうんですかね、本当におやつ感覚で作る、うん、そうで、結構これ1個食べると結構ボリューミーでもう十分お腹いっぱいになるのよ、この感じだと。うん、うんうん、んで、まあこれ見てライスペーパーだから材料米じゃない、実はグルテンフリーなのよ。ああ小麦由来じゃないから、うん、そういう点でも、まあ、健康気にしてるからからしたら、まあ、安心だし、でめちゃくちゃ簡単でしょ。そうですねで腹持ちもまあまあいいし、このまず味を、そうですね、この味本当に皆さんもう笑っちゃうぐらいおいしい、これ病みつきになる味ですね。うん、うん、本当にね一食これに切り替えるのもありかもしれない。うん、ってことでね、今日のこの簡単料理、はい、ライスペーパーのもう超簡単チーズ挟み焼き、うん、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。